おはようございます、えー、先日、岡瀬チャンネルさんからコメントいただきましたので、紹介したいと思います。これは、えー、2020年の7月にアップしたウエス・モンゴメリーの音色、ギターの音色の好き嫌いという動画にいただいたコメントなんですけどもね、まあ、昔の動画にも最近結構よくコメントいただいているので、ちょっと油断できないんですけれども <laughs>、えー、ちょっとコメントを読んでみましょう。えー ちょっと前の方をちょっとだけ省略して、えー、僕はジャズに出会う19歳まではレッド・ェッペリンや地味編が好きだったからなのかジャズに出会ってからもジャズギターはそれほど好きにならずだけどその当時僕はギターしか弾ける楽器がなかったのでジャズギタリストにはほとんど影響されずに自己流でジャズっぽいソロギターを路上で弾きながら全国をチャリンコで放浪していましたかっこ19歳から24歳くらいまで それなので、ウエスの音は逆に好きだったし、チャーリー・クリスチャンの音も好きでした。むしろ、ギターの音をそのまま増幅した自然な音に感じます。必要以上にモコモコさせられたら作り物に聞こえる。ただ、それを超える表現力があれば、モコモコしてても全然いいけど、ステレオタイプに弾いているジャズギターの音は退屈に聞こえてしまうのですよ。ちなみに24歳にサックスを手に入れてからは、それを路上で吹きながら28歳まで放浪してました。 今でもギターは触りますが、ジャズギターを正式に学習しようとはならず、自身のサックスオカリナ演奏動画の伴奏音源作りに使っています。でまた追加でコメントがありまして、えー、寺島さんに言いたいのは、まあ、寺島康圀さんですね、あの、ウエス・モンゴメリーの音色とか、あと、 パット目線の音色が嫌いということを、まあ、本に書かれているのでね、まあ、そのことだと思うんですけどもモコモコさせるようなギターやアンプのトーンコントロールモコモコさせるようにギターやアンプのトーンコントロールで調整させればポクポクしない安全装置とも言えるのでその安全装置の音に騙されているのかもしれませんねカッコい。レコードばかり聞かずに たくさんニューヨークの現場でジャズギターを聴いたら認識が変わるかもしれないなぁと感じますけどねというコメントでございました。岡瀬チャンネルさんどうもありがとうございました。いや、やっぱりね、あの、レコードって再生芸術って言われるじゃないですか、まあ、オーディオかな再生芸術って言われてるんですけど、やっぱりね、あの、どんなにいいオーディオ装置で聴いてもやっぱね、 あのよしあしの問題じゃなくて違いの話をしたいんですけども生演奏とやっぱりオーディオから出てくるすごい音ってやっぱ違うんですよね。何が違うのむしろ あの立派な高級なオーディオ装置で聞いた方がいい音だったりすることもあって現実の音のがしょぼかったりするっていうことも往々にしてあるんですけれどもまあどちらがいいか悪いか好みかっていうのはまあそれぞれ人それぞれの好みって主観の違いではあるんですけれどもやっぱりまあもしかしたらそういうことを再生できる人もいるのかもしれませんけどシンバルの音とかはねあの目の前で本当に。 1, 1メートルか2メートルぐらいの至近距離で浴びるように聴くシンバルとかドラムの音あの空気が渦巻いている感じだったりとかあとはあの私の場合はトロンボーンでしたけどねあの昔アンサンブル習っていた時の先生がトロンボーン奏者だったのでいわゆる金管楽器のつまり朝顔があるホーンの部分がある楽器トランペットとかトロンボーンとかまっすぐにこう 聴衆に向けられてるじゃないですかラッパの先っちょ、まあ、ディジーガレスピーのトランペットとかは上向いてますけどもね、あれ、本当に力のある人というか、うまい人が吹くと、空気弾が胸にどーんてくるんですよね、直撃っていう感じで、空気の塊をあの朝顔の先っちょから放つんですよね、もうピストルかよって思いますけども、銃かよって思いますけどね、息がこうなんか、ホーンの先から増幅されて、 ボーンってくるんですよね上手い人が吹くと。私何度もやられましたよね、トロンボーン攻撃、パオって吹くと、トロンボーンってね、結構まろやかで、地味で、温かな楽器だとね、思ってる方も多いと思うんですけど、私もそう思ってたんですけど、実はかなり攻撃力の高い楽器なんですね。トロンボーンボの あの朝顔の先から空気弾放たれてそれを胸に当てられたら結構痛いですよ、痛いっていうか、まあ、気持ちが痛いというか,なんかいや別に物理的な殺傷効果があるわけではないんですけれどもドーンって来たーって空気の塊がもうドーンってなんか直撃した感じが本当びっくりなんですよね、パーンって来るんですよ、本当にだからそういうのまでもオーディオ装置では あの再現できるのだろうかというのもあるんですよね、まあ、再現できなくてまた別な価値を付加してそれで音楽として楽しむためのものなのかもしれませんけれどもねだからそのようにあの生演奏でしか味わえない感覚っていうのは多分空気の震えだったり渦巻きだったりとかあの空気の行き交う感じみたいなものあと、まあ、ベースなんかでもでですね あのハーモニクスってあるじゃないですか、コーンって倍音ですよね、ジャコパストリアスがよくやるやつなんですけれども、あれ、面白いですよ、こう実験で2台のベースが、あのでですね、よく私あの、ベースの先生と遊んだりしたんですけれども、ベース教室行くと、ベースアンプ2台あるじゃないですか、それで2人でこう、チューニングしながら、ハーモニクスをコーンコーンって鳴らしながら、ワン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 って、最初、あの なんていうかなチューニングがお互い合っていないとワン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 ってなるんですけどピタッとそのチューニングがお互い合うとワンワンワンじゃがうーんってピタッてその空気のなんていうのかなベースとベースというかアンプとアンプのスピーカーの間のこの空気の渦巻きみたいなものがなくなるんですよ。でちょっとでもピッチが両者ずれると面白いんですよ高音だからこそわかるんですけどもコーン ワワワワワワンンンンンンって音色はワンワンワンなんですけど音色というか音はだけどそのスピーカーとスピーカーの間の空気が渦巻いてるんですよ本当鳴門の渦潮のようにていうか鳴門の渦潮ちょっと例えへんですけど空気が本当に渦巻きのような感じでもちろん目には見えないんですけれども食感で体感でワン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 ってあのんていうのかなすごく気持ちよい もしかしたら人によっては気持ち悪いこの空気の巻いている感じみたいな本当円を描くような感じのその真ん中に立っているとすごく不思議な体験を味わうことができるんですよねやっぱり音って空気の振動だなってことを、ね、体感できたりもするんですけども、まあ、そういうところまではどんなにいいスピーカーとか、まあ、再生装置でも 難しいんじゃないかなとは思うんですけど、どう,どうなんでしょうね。はちょっとわからないですけれどもね。そういうことが今の技術だとできるのか、あるいはそもそもこレコーディングの時点でそういうふうにような音まで、というか空気の震えまで撮っていなかったら、そもそも再生できないとは思うんですけれどもね。なんてことを全然関係ないですけど思い出しました。だから、うん、あそれね、なんで思い出したのかというと、あの、岡橋さんの、まあ、 レコードばっかり聴いてないで <laughs>、現場で聴くとまた違うと思うみたいなねやっぱ。やっぱちょっと違うんですよね。レコードばっかり聴いていると、私でもたまにライブねあの、行ったりすると、やっぱり全然違うんですね、食感がね。なんか思っていたより妙に小ボリュームだったりとか、その逆もあったりとかして、やっぱりこの別物と考えた方がいいのかもしれませんよね。 だから私の場合ベースが好きだからやっぱりベースの音中心に比較して聞いちゃったりとかもするんですけれども結構あのバーチャルリアリティなベースのウッドベースの音のロック音だったり再生とかもやっぱりあったりもするんですね。本当の まあ、もちろん実物以上に聞こえちゃったりとかもしてこ,れこんなのベースこん,こんなのベースの音でっかく出ないしこんなあの立体感ある音ウッドベースが出ねえよっていうようなレコーディングのされ方というか再生のされるウッドベースの音もねいい装置で聞くとあるんですけど実際の音よりはもっとしょぼいぞって思っちゃったりもするこのギャップとかもあったりもするんですけどだからまあ面白いっちゃ面白いんですけれどもね。 でそこで思い出したんです全然関係ない話なのかもしれませんけれどもまあちょっとついでに今読んでいる本でね先日動画でもえどこだっけな動画でもアップし,たして紹介したあのサロンミュージックのですねギタリストボーカルベーシスト、まあ、いろいろ楽器やっている吉田仁さんという人のですねあのインタビューとあと大学での講義の本があるんですけれども あのレクチャーインタビューズという本今読んでいてですね、まあ面白いんで,で、そこでですね、えー、ホロフォニックスっていう話がちらっとだけ出てくるんですよね、ちょっと待ってですね、で、インタビューの中でロホロフォニックスっていう話、ここがへえと思ったんですけども、ね、バイノーラルマイクの話があってですね、 えー、世田谷公園でねバイノーラルマイクって本当に頭の形になっているからさはから見ると変な人でしかないんだよとでバイノーラルマイクは岡野さんが岡野さんって岡野はじめというベーシストプロデューサーのことだと思いますけど岡野さんが後に筋肉症状体でも使われていて早い時期から注目されていたんですねとインタビュアーが言ってで吉田仁さんが、えー、ホロフォニックスというのが前からあったのかもしれないけど 本とカセットで八幡書房から出ていてそれを聞いたりしていてバイノーラルなんだけれども今までと違う方式で参照音っていうのをその音に混ぜて立体化するっていうホログラムに近いことを音でやるみたいなのとその参照音とは何なのかというと人間の耳鳴りってあるじゃないキーンってなるやつですねでその耳鳴りは耳から発している音でコウモリの超音波みたいに人間の耳も実は音を出していてそれで と物とか音とかの干渉によって距離を感じるとか無意識にやってるんだってとその参照音を合成したものをその自然の音に混ぜて再生したものがホロフォニックスというやり方でそれが妙に点点点ヘッドンをしていて髪の毛を切られている音を聞くと本当に自分の髪の毛が切られているみたいでってでみたいなことを おしゃべりされてる話されれててるる話わけですねそれが活字となってあの昨日ちょうどそこのとこ読んでてへえ面白いなと思ってあそういえばノイズキャンセリングヘッドホンとかイヤホンをして歩いていると後ろから来る自転車に気づかないななんて思ったりもしましたもしかしたら人間の耳から出ているコウモリの微弱なこう超音波みたいなもの距離を測るようなものが塞がれちゃっているから意外と ノイズキャンセリングのヘッドホンで音楽とか聴きながら歩いているとあの、人を踏んづけちゃったりするじゃないですか。いやふん人は踏んづけないですけど、ちっちゃい子を踏んづけそうになっちゃったりするじゃないですか。距離感測れなかったあと気配みたいなものね、つまりが、まあ、分からなくなっちゃうんですよねあの。後ろから来る人だったりとか、後ろから自転車、 かかれそうになっっちゃったりとかね、まあ、よく私人を踏んづけちゃったりあ踏んづけはしないけどぶつかったりするのは意外とノイズキャンセリングでの おかげというか、おかげじゃない <laughs> ノイズキャンセルのせいなのかもしれませんけどもね耳の、耳からのこう距離感を測る超音波を塞いじゃった状態で歩いているから、ら皆さんも経験あるんじゃないかな、ノイズキャンセリングじゃなくても、こう密閉型のヘッドホンとかで音楽を聴きながら道歩いていたりすると、まあ、そんな人今いないかいや、やってるとしたらヒップホップの人だけから分 <laughs> かんないけど、<laughs> 意外とこう、 人の気配がないとか人とぶつかりそうなどうやべえってなったりとかすることもあるのかもしれないじゃないですかあいやないのかなそんな人はね <laughs> 私だけなのかな <laughs> 私の場合はあんまりこう音楽に夢中になりながらっていうのもあるのかもしれませんけれどもちょっと危険ですよね道歩きながらこうなんか人ねぶつかっちゃったりするとね、うん 申し訳ないなと思うので、だから気をつけようなんて思いましたけれども、まあ、それって、そうか、人間の耳って、なんか超音波出してるんだってうちょっと耳から鱗でしたけど、そういう話がちょっと興味深かったのであれですけど、意外と、あれなのかな、そういう立体感、エンジニアによってはそういうのを混ぜたりするのかな、その臨場感、こう弦が指板に当たる音とか、実際目の前でこう、なんていうのかな、 指板にパチンっっってて当たたるような音だったりとかあのサックスのキーがタポの部分はタポタポカチカチしてる音とかまでも再現とかってそう,かそういう調整音だったっけあ参照音っていうのを入れたりとかもしてるエンジニアもいるのかななんて思っちゃったりもしましたけどいやちょっと分かんないですけどもねレコーディングに関しては全くの無知なんでねそのあたりはあの J さんとかが詳しいかもしれませんのでね。 まあ、もしこれ聞いてたら書き込みを期待したいと思いますけど全く検討外れなこと言っちゃったりとかもしてると思いますけれどもまああれ再生とやっぱ録音と生音っていうのはやっぱ違うよななんては思いましたけどもねだから逆にもう生音は生音生演奏は生演奏再生は再生っていうふうに割り切って考えるエンジニアもいたりもしますよねそこで マイケル・ジャクソンとかのエンジニアの話も載っていて、ジョン・バンター、これ違うな、えー、ちょっと待ってくださいね。<laughs> ちゃんと付箋かなんかつけとけばよかったな、今、えーっと、どこだっけな。エンジニアの話もちょっと載っていてですね、あ、そうそう、44ページだ、録音芸術という章がありましてですね、章というか説というかね、えー インタビューアーが録音芸術という捉え方についてはラジオでもお話しされていましたよねマイケル・ジャクソンを手掛けた方でテンテンテンとインタビューアーが言ったら吉田さんがああブルース・スウェルデンその人はあブルース・スウェルデンという方を見たんですねでその人はジャズなんかのダイレクトレコーディングの時代からやっている人で録音しながらレコードをカッティングするという本当に再生あ原音再生の究極の形というか機材を極力通さないのでと。 で、原音に忠実な人なのに、マイケル・ジャクソンの頃のインタビューだと、原音再生っていうのは、音楽芸術にとって不要なものであり、不要などころか害である、みたいな感じで、と語ってるわけですね。で、我々が作っているのは、そこにはない、超現実の立体音響彫刻なんだって言っていてそこ、そこには影響を受けていると。だから、あの、録音に関して吉田仁さんは、 このブルース・ウォルデンの影響を受けているとでそれは、まあ、その人はもう究極の原音再生の究極の形の人の考えが我々がそこに我々が作ってようそこにはない超現実の立体,音立体音響彫刻なんだっていうようなあの考えの影響を受けているわけですねで、えー、スタジオ全体を楽器として捉えて例えばいいののように、まあ、ブライアン・イーノですねブライアン・イーノのように時には不自然なまでにトリートメントをしたり という発想の人はあまりいなかったようなと当時は、点て点と。で特にロック系、ポップス系ではイギリスよりアメリカに影響を受けている人が多かったし、音が変わるからと、コンプレッサーさえ使いたがらない人も多かったと。まあ、いわゆる生音信者というの、信者って言うとちょっと悪口とか悪意が入っちゃってるかもしれませんけど。まあ どれだけ生音に忠実なのかという、いやいや、スタジオで撮るのは、まあ、それはそれで別もんでしょう、みたいな、立体音響彫刻作ってるんでしょう、みたいな発想の人もいれば、まあ、ロイ・デュナンのように、まあ、本当に言語、生音の録音,の録音を忠実に、みたいな人もいて、まあ、いろいろ面白いですよね。あの、一つ、録音一つ撮っても、いろんな考え方の人がいてね。それで、思い出したんですけど、これは、 これは有名な話で、私も高校時代になんか、キープルか、キーボードマガジンか、サウンドドレコーディングマガジンかで読んだ記憶があるんですけど、うん、サロンミュージックの録音方法とかかなり凝っているという話でね。で、えっ、ー、と、これか。80年代のアルバム録音についてというところで、えー、初期の頃のサロンミュージックのレコーディングについてですね。えー 83年にファーストアルバムのマイ・ガール・フライデーの鳥「鳥ロ録音は赤坂のタムコスタジオで24チャンネルのアナログテープだったとでエンジニアは鈴木武雄さんとで鈴木さんはドラム用のオフマイクの一本をスタンド式の灰皿付きゴミ箱の中に突っ込んで金属的響きを足す工夫をしていましたって書いてますね で、アシスタントエンジニアの林正幸さんは、パンチインパンチアウトの気合いの入った顔が今でも思い浮かびますみたいな <laughs>、思い出した、確かキープルだったんだな、もう今ないキーボード系の、キーボードの。 雑誌だったんですけどサロンミュージックレコーディングの時に灰皿の中に僕たちはマイクを入れたりとかして音を取ったりするんですよみたいなインタビューをなんとなく <laughs> 思い出してきました。確か、イミュレーターかなんかかな、イミュレーターの廉価版かなんかの発売のモニターお試し こう取材みたいなものの記事の中だったと思うんですけどちょっともう記憶がおぼろげで <laughs> 申し訳ないですけれども、ま、そのように本当に結構アコースティックの音とか ボーカル取撮るのも本当に生音だけじゃなくてそこにやっぱりそう金属的な要素を付け加えたりとかでもうちょっといろんな工夫をしたりしている、まあ、一つのもうスタジオ芸術みたいな感じの捉え方で録音していた録音しているミュージシャンとかエンジニアも、まあ、いるわけですよね YMO なんか特にそうですよねも土山さみがあの 一夫堂のね当時はねあの津山さんに交流がありましたのでほら坂本龍一なんかも。 土山ミのねあの、ライスミュージックなんかにも参加していてね、あ,あそこに収録されてるカフカって曲めちゃくちゃかっこいいですけどね、ほとんども坂本龍一ワールドですけども、まあそういうに交流があったりとかして、YMO がレコーディングしている現場にちょっとスタジオに遊びに行ったりしたら、もうびっくりした、ここまでこだわるのを俺には無理だっていうようなあのインタビューで読んだことがありますけどね、ここまで徹底してか、バスドラの音1個取るだけでも、 毛布を詰めたりとか、いろんなことを、本当にバスドラの音一つだけでもいろんな取り方をして、そこまでこだわるのかって、この人たち職人だ、とかこだわりだ、俺にはそこまでできねえと思,うと思った記憶がありますみたいな、インタビュー読んだ記憶がありますけどもね。だから,だから、もう、なんていうのかな、どう、 捉えるかですよね、音をね。で、それをどうアレンジして、どう配列していくのか、どう見せるのかっていう、やっぱり無限の可能性というか、やり方っていうのは、組み合わせっていうのは。 あるなあなんては思いましたよ、ね、だからこだわればこ,こだわるほど本当と沼にはまる世界なのかななんて思いましたそれで、まあ、ちょっと本ね今面白いので読んでいるのでせっかくだから、まあ、発売されたばっかりなので宣伝も兼ねてもうちょっとこの本の中に書かれての紹介しますけれどもあこれあの n 4 b o o k n 4 b o o k s っていう 出版社から出ていて、これ通販、書店では買えませんので、通販で、何宣伝してんだって、まあいいんですけど、あの、先日、 なんか私が動画アップした、早速 n 4 b o o k さんのなんかホームページかブログかに私の動画がペタッと貼られていて、それで昨日コメントあって、おかげさまで売れ行き好調ですってコメントあったの、よし、それだらって今ちょっと思,っ思い始めてですね、もうちょっと宣伝してやれなんて思っちゃったりとかしてですね、1900円ぐらいで買えます、1700円だったっけちょっと覚えてないですけど、インターネットで買えますのでね、N4 処方サイトで、 https://n4s.thebas.in e スラッシュ,ッシュ,ッシュにですねアクセスしていただくとまあ下に概要欄にもリンク貼っときますけどそこでサロンミュージックのこの吉田仁さんのですねまあ今サロンミュージックというよりもフリッパーズギターのプロデューサーとかって言った方が早いのかもしれませんけれどもねまあその方のインタビューと講義の本が 買えますのでとで私は今それを面白がって読んでいる途中なんですけど面白いといえばですね幽霊の話が載っていて、まあ、私もねあの20代後半から30代前半ぐらいまでは結構テレビ CM の,あのプロデューサーみたいなことをやっていたのよくスタジオにこもあの編集とかあの、まあ、映像の方なんですけどもねスタジオでいろいろとですねあのもうちょっとここの 色合いがとか、ちょっとこのカット、この角度が光がなんて偉そうなこと言ってたことがあったりとかもしたんですけども、まあ現場、他にも監督とか、まあディレクターとか、そういう技術屋さんの人がいて、私そういうつまみとかの動かし方全く違うなあくまでもう主観というかイメージだけしか言えない人間なんですけど、まあこんな感じでとしかね、<laughs> あの、言えないようなアホな人だったんですけれども、やっぱりこうスタジオにこもっている時間って結構 こう長いんですよね。で、途中で帰っちゃったり飲み行ったりとかして、明日までかかりますよあ、じゃあもう帰って寝るわ、その前にちょっと飲んで帰ろうなんて、そんなのんきな生活してましたけど、まあ、まあ、それどうでもいいんだけど、結構長いわけですよ。でそうするとやっぱり雑談とか、やっぱりするわけですよね。ハッピーターンとか食いながらね。で、その雑談の中で必ず出てくるのが、あの、こういうスタジオエンジニアの仕事をしていると、あの、 そういういオカルト変な声を聞いたことがない人というのは一人もいないみたいな話になって誰しもが何,何らかの経験をしていると、まあ、それは幽霊なのかオカルトなのかそれ、えっとも物理現象なのか電気現象なのかそれはわからないと。だけども あのいろんな周波数とかをねあの拾ったりとかいろいろもう電気だらけの部屋にこもって電磁波だらけのところにこもっちゃって仕事をずっとしている職業なので何らかのそういうものが。 あの我々普段は認知できない物体を引き寄せちゃったりとか集めちゃったりするような環境で仕事しているということは間違いないよねとそれが証拠に電磁波だらけでの中で仕事している我々ってあの結婚して子供いる人も結構多いけれども必ず女の子だもんね生まれるのねとかっていう話とかねあの男の子が生まれたという話あんま聞かないよね我々こう電磁波を浴びまくっているエンジニアの中でねってやっぱ 男の染色体の持ってる精子が死んじゃうからかななんて話をちょっと半分冗談まじに話したりとかもしていてねでやっぱりよくあるこうあの実は中島みゆきの声だったみたいなねオフコースだったっけなあの小田和正さんが歌っているバックに私にも聞かせてみたいな隣の あの中島みゆきの声を拾ってしまったなな何かのチャンネルか周波数が拾っちゃってそういう音でそれでそれが自殺したオフコースのファンの声だったみたいな話とか一時期結構都市伝説というかオカルトみたいな話で語られていたことがありますけどもまあその実はみたいな種明かしはそうだったなんか拾っちゃってこっち入ってきちゃったねっていうことかもしれないよねみたいなね話とかもしていて。 それは解釈は人それぞれだけれどもまあそういう特殊な関係環境の中で仕事をしていることは我々確かなのでまあその辺を割り切って仕事をしてますと電磁波で頭やられちゃうような人もいるのでやっぱりこの電波の入った人って当時当時ぐらいから言われて電波系なんていう言葉が生まれ始めたのその辺りなんですけどもね結構、うん、あの 根本圭さんがそういう電波入った人が好きだからということで雑誌で毎回毎回こう電波の入った頭のおかしい人を取材するコーナーがある雑誌、高島30だったっけかなそういうのでちょっと広まったような感じもするんですけれども。 まあそういう電磁波とか電波ってやっぱり人に何らかの良い影響かもしれないし悪い影響とかまああるいはちょっとあの普段見えてないものを見えたり見えないものをにマスキングしたい見えるものをマスキングしたりとかなんかいろんな特殊な効果が生まれるということはまあ確かでまあそれって山空気が薄くなる山と一緒なのかななんて個人的には思っていますけれどもねまあその中でえちょっと前置き長いぞって言うんだけどえっとねやっぱり あの怖い経験をしたという話がこの本に載っていてですね、何だったっけかな、えー、なんかね、ピアノの音が入っていたっていう話で、何だっけな、あこれもちゃんと印つけとけよって感じですけど、まあ、そんな話全然するつもりなかったので、全然話してるうちになんか話したくなってきただけなんですけどもね、なんか女の人のが入って、 えー、それでなんか、あ、これだ。えー、これは、サロンの2人がスモーキミーい、いつ頃だから、これもサロンミュージックの初期の話かな。えー、エンジニアの、うん、これか。実はこのラントスタジオではホラーな経験をしていて、てんてんてんって、で、どんなことがあったんですかって。 深夜の2時くらいに瞳さんがひ、瞳さんっていうのはあの竹中ひとみさんですね。サロンミュージックのもう一人のメンバーの方ですね。キーボード、ボーカルがメインの方ですけども、まあ、ギターも弾きますけれどもね、まあ、いろいろやってる方なんですけども、その深夜の2時くらいにサロンミュージックのメンバーの竹,竹中ひとみさんが、誰か髪の長い女の人が入り口のドアから入ってきたと言って,て,んて,んてん、スタジオの2階には他の事務所が曲がりしていた部屋もあったので、そこの人かなと思ってと。 でもさすがにその時間はもう帰っているはずなので、てんてんまあ、深夜の2時ですからね、喫茶店と間違えて酔っ払いが入ってきてトイレを借りただけなのかもということで、内海くんが建物の全部を見たけどそこには誰もいなくて、で、作業を再開してプレイバックしたら曲の途中でリバースのピアノのような、聞いたこともない不気味な音階の音が大音量で流れて、 実際2階にはピアノがあったんだけどそんな音は入れていないしその場にいた全員が飛び上がって凍りついてとで最終的には内海くんがテレコのメーターでどこにその音が入っているのかを確認してその部分にバイアスをかけて消したんだけどなぜか1階では消えてなくて3階目でようやく消えて点て点,点あれは何だったんだろう点て点,点 うつみマまその後、エレファント化しましたウルフルズザ・ハイローズなどを手掛けます。でそこで終わってるんですけどもね、まあ、そういう経験してる人って結構いるみたいですねスタジオ系の人とかはねなんてことを思いましたけど、まあ、ルディ・バンゲルダーさんは幽霊を見たのでしょうかなんて全然関係ないですけどあそうそうあのルディ・バンゲルダー特集ですよね次のジャズ批評はねあの2週間ぐらい前あれ 1>, 1週間ぐらい前にゲラが来てですね、であちょっと今回は失敗したなーと思って結構赤入れまくって修正をあの編集部に送りました。1週間前から、ね、2週間前ぐらいに。で多分今月末、来月末わかんないけど、まあ、次の特集がルディ・バンゲルダー特集なんですよね。そこで私も1ページ書いてますので、まあ、もしあの掲載誌が届いたらまた 紹介動画アップしたいと思いますけれどもね、まあ、ル,ルディ・バンゲルダーといえばめちゃくちゃたくさんレコーディングしてる,じゃしてる人じゃないですか、もうジャズといえばバンゲルダーというとちょっと言い過ぎかもしれませんけどね、もうブルーノートのもう看板みたいなブルーノートのサウンドといえばルディ・バンゲルダーサウンド、いやいやそれは違う、あれは私はただ単にアルフレッド・ライオンのお手伝いをしただけだと、ライオンが望むあの音を 忠実に再現しただけさと、まあ、それは証拠にねあのプレスティッジとかいろんな他のレベルとかでも結構インパルスだったりとかねトランジションだったりとかいろんなところでレコーディングしていてそれぞれそのレベルによってそのレベルのオーナープロデューサーが求める あのサウンドカラーを忠実に再現しているので、まあ、ブルーノートサウンドを思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれませんけどブルーノートサウンドってあくまでこうライオンがイメージしたサウンドではあるんですよねだからもう本当職人ですよね相手の望んだあるいは優秀な調理人かもしれません料理人かもしれませんよねお客様が食べたい料理と食べたい味をもう お客様がもう満足するような形で料理してパッて出すっていう意味では本当に職人だと思うんですけどもね、まあ、それぐらいあの腕が良くてで引っ張りだこで,で、まあ、イングルウッドの、ね、ルティ・バンゲルダースタジオ、まあ、私も 言ったことないんですけども結構ジャズマニアの寺島靖国さんだったりとかねあと小川隆夫さんとかそういうジャズ評論家の方はあの訪問したりしているみたいですよねそういうなんか森の中にあったりとかするみたいな森の中でバンゲルダーも幽霊を見たのかみたいななんか <laughs> ちょっとロマンティックですけど、森の中に立つこう白い美女みたいな、あ、怖っ、みたいな、ブレアウィッチプロジェクトみたいなこう感じで、レポートで映画とか、ブレアウィッチプロジェクトちょっと違うけど、なんか森というとね、外国、森、幽霊って言うと幽霊じゃないんだけど、幽霊の映画じゃないんだけどね、まあ、そんなイメージがちょっと思い浮かびましたけど、ルディ・バンゲルダーさんは、 幽霊を見たのでしょうかなんて思いましたけども、全然話が飛びまくって、最初、岡橋チャンネルさんのなんかギターの話だったのが、または話が全然あらぬ方向に行っちゃいましたね。枯葉で始めたのになんかエンディングがスターダストになってきちゃう。スターダストだとかっこよすぎますね。エンディングが、なんていうのかな。 もう,もうぐちゃぐちゃでもう何だかよくわからない状態のエンディングに迫っていきそうな感じがしますけどもうこの辺りはもうあれですねマイルスじゃないけどパラッパッパッパラララでおしまいにしたいと思いますけれども <laughs> まあそんな感じで、えー、今回はですね岡カハゼチャンネルさんからいただいた、えー、コメントに触発されて、まあ、最近 発売されたですねあのサロンミュージックプロデューサーの吉田仁さんの本の紹介も兼ねたよくわからないな、ね、ゃ喋りをさせていただきました。ということでまた別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。バイバイよ。